岡場所は、江戸時代に、江戸において、唯一幕府公人の友情屋を集めた遊郭である。吉原に対して、それ以外の、非公人の師匠屋が集まった遊郭のことである。岡は、畑目などと同じく、脇、外を表す言葉である。深川の岡場所で働く軽子を描いた、月岡義都の深川の軽子、風俗32章、明治21年吉原の浅草邸移転に伴い、 余音な風呂に代わり、江戸周辺部の寺社門前地の茶屋から発展した。法暦から天明年間にかけて最盛期を迎えたが、完成改革における統制強化により、整理統合が進められた。天保改革により廃絶された。岡場所は、師匠靴だけでなく、寺社門前地や広小路に展開した盛り場を形成する要因の一つであった。岡場所とは、唯一の幕府公認の遊郭である。 吉原以外の非公認の遊閣の総称である。江戸では日本橋から一つ目の宿場町である品川、内藤新宿、板橋、千住などの宿場には純公認のいい森所が置かれて、江戸市中にも師匠は置かれ、これらの師匠が岡場所のルーツとなったという。師匠の代表的なものにはユナがある。吉原は格式も高く玉台が高い他に、 いろいろな敷たりなどがあったが、岡場所は、代金も安く、気軽に遊べる場所として利用されていた。完成の改革で、こんにゃく島、あさりかし、中す、入船町、土橋、自家助屋敷、新六県、横堀、大橋、井の堀、六県堀、畑、大徳院前、恵光院前、三好町、金竜寺前、浅草門関前、新寺町、広則寺前、土武店。 柳の下、万福寺前、馬道、里市学院前、新鳥越、鳥町、山下、大根畑、千田木、新旗、白山、丸山、行願寺門前、赤木、市ヶ谷八幡前,前、愛嬌稲荷前,前、高井戸、青山、氷川、高稲荷前、33県道など55カ所が取り潰しになった。 天保13年8月には残存していた27箇所が江戸四宿を除いてすべて取り潰された。すなわち、深川中町、新地、兵屋倉、浦屋倉、すそつに、古石場、新石場、佃、網内場、時和町、小旅初弁店、松井町、入江町,町、三笠町、吉田町、吉岡町、道前、谷中、根津、音羽、 一ヶ谷、鮫ヶ橋、赤坂、一米町、矢部下、三田である、本郷の根津などにもあった、ラテン十字、一、各話にかけては、空前絶後の名人と言われた、初代柳屋商船の作品には、吉原に関するものが多いが、新宿や品川を舞台にしたものもいくつかある、注釈出典、ありがとうございます。